うん。だからゴールデングラブ賞の方がなんていうその権威あるって感じるのってメディアで報道されるのがなんか大々的というか大々的に感じる部分がある確かにっていうのもあのねベスト9の場合ってそのなみさんはい YouTube ですはいお願いしますお願いしますえっとねちょっとコメントをいただいたので紹介しますねはい今波さん質問です。 NPB 公式が選ぶベストナインより記者が選ぶゴールデングラブの方が権威付けされているような気がするのはなぜでしょうかはははいはい、はい その、ね、NPB 公式、はいね、公式が選ぶベストナインよりも、はいえー、ゴールデングラブ賞の方が何、はい、て言うかなこう価値があるみたい,、うん、すごいみたいなねふうに、まあ、言われてるっていうんかななんかね僕もでもそのイメージありますね「ゴールデングラブは誰が取った?」みたいなのになりますけど「はい、ベスト9選ばれたよねあの人」とかっていうのはあんまならない。<laughs> はい 確かにね、うんうん、確かにそうベストナインよりゴールデングラブ賞の方がなんかそういう、ねうん、ファンの方の関心は高いのかなっていうのはすごく感じるよね。うんうん、なるほどはその辺について何でなんやとかベストナインはどういう風に選ばれてんねやとか、うん、選手はどっちに選ばれたいんとかさははいはい、はい、ちょっと教えてもらえたらなと思うんですけどはい、いけますか 取ったことないのにさあ <laughs> 聞く人間違ってんねんなこれ撮 <laughs> ったことない人に聞くとまあ撮りたかったでもいけますからね撮りたかった人に聞くと、はい、そうそうそう,そ,うそれやったらいけるわいけるよいけるどっち撮りたかったかみたいなうん、はい、いきましょうお願いしますお願いします NPB 公式のベストナインとゴールデングラブ賞やけどこれはね選手自体選手自身か選手自身はどっちの方が欲しいのかっていうとこれはねゴールデングラブ賞おやはり選手もそうなんやな選手もそう僕ね11年間プロ野球に在籍しててあのね うわー今年俺ベストライン取りたいわ。うんうん、聞いたことない。ああそう。うん。えー、逆に、うん、ゴールデングラブ賞マジで今年取りたいわって。で、うん、これしか聞かん期間。へー ゴールデングラブ取りたいわって言ってる選手は結構いたんやいるゴールデングラブ賞欲しいゴールデングラブ賞を取りたいっていう選手は多いあそうなんやただベストナイン取りたいわっていう発言は僕は聞いたことないかなへえうんそうかうんもちろんねシーズン終わりましたで今年ベストナインあるんちゃうみたいな話はあるよただシーズン中とかから今年ゴールデングラブ賞欲しいわっていう声は聞く 超えたとしても今年ベストライン取りたいわとかはもう本末ない。あ、そうなんだ。ってことは選手はゴールデングラブ賞や。そうやな。うん。で、僕も欲しかったもん。ゴールデングラブ賞。ゴールデングラブ賞。そうやね。うん。え、あれさゴールデングラブはさっきコメントにもあったけど、記者さんが選ぶって書いてたじゃないですか。選出方法。うん。え、あれはどうなんですかあの。 ベストナインはベストナインも記者さんが選ぶはずあ記者さんが選ぶんへえそうだから同じやねんな一緒なんやねん一緒ただまあベストナインっていうのはさあのねまあ総合的にんて言うかな優れた選手そのリーグで最も優れてた選手そのポジション別にねこれが選ばれるとでゴールデングラブ賞っていうのは守備の評価やん めちゃくちゃうまかったよっていう評価やん。うん、で、この守備の評価、守備を評価されることって野手ってないねん。あ、うん、その賞タイトル <laughs> 守備のタイトルってないっすよね。ないねん。最優秀守備率とかないやん。うん、ないよね。うん、だから。 そのゴールデングラブ賞って嬉しい、うん取ると嬉しい。確かに確かに。っていうところやね。で実際ねそのゴールデングラブ賞もじゃあんまに守備だけの評価なのかって言われるとこれはねもうそうじゃない。あこれさ記者さんがさ選ぶまあ投票されるわけでしょ。はい。これは何を基準に投票してるんですかね。いやだからこれは投票する記者さんのもう。 イメージとか、うん、まあ、もちろんね、あの数字的なものも。うん、あの頭に入れながら選ぶとは思うんやけど。じゃ、印象というか、うん、そういうので投票してるって感じなのかな。うん、そうやね。ええ、うん。だから、あのね、ゴールデングラブ賞、この選手取ったけど、うん、もう一人、こう、対抗の選手がいたとして、この対抗の選手の方が。守備率とか、なんか守備の指標は良かったよね。 っていいうううパターンもあるからねそ成績数字にした成績でいうと A 選手の方がいいけど例えば印象が残ったプレーが多かった選手が選ばれたりとかそうじゃあもう極論言うとこのシーズンエラーゼロでした A 選手が1個もエラーしませんでしたと飛んできてるだけの数は一緒っていう前提でね。エラーゼロでしたっていう A 選手と ダイビングキャッチでファインプレーみたいなプレーを100個した B 選手がいますい。でもエラーしてますい。だったら B 選手の方が選ばれる可能性もあるってことやんなそうええそっちの方が高くなるんじゃないマジか印象っていうことでいうとねええそうなんやこういうことは実際に起こってるよねっていうことは言えるけどうん選手はほんまに欲してるそうなんやねだって欲しいもん金のグラブあれがやっぱりな あれだって元気、うん 野球やってた時何回かか作ろうか思いますもんねあれ思うね自分で <laughs> あのあのあの高校大学生の時とかうん、オーダーしてやろうかなって思いますもんねあれ思うね思う思うあれ欲しいですよね、うん、だからまあこういうことがあるよとあ<れ>であとはそのねメディアでの報じられ方っていうところも違うよねっていうのを僕は思ってるうん、うん、だからゴールデングラブ賞の方がなんていうの,その権威ある、うん、って感じるのって <で>うん、メディアで報道されるのが大々的というか大々的に感じる部分があるっていうのも、うんあのね、ベストナインの場合って、うん、そのプロ野球の年間表彰式みたいなところでベストナインって発表されて表彰されるのね。ただこの時って まああのね、首位打者とか最多勝とかはい,、はいね、いろんなタイトルタイトルホルダーと一緒に表彰されんねん、うん、で先にタイトルホルダーが表彰されますと、はい、でそのレビにベストナインの、ね、選手もちゃんと呼ばれて壇上にね、うん、壇上に呼ばれて表彰されるんやけど。うん、その 尺の関係というかここで大々的に扱われるのはタイトルホルダーやだから目ににきくいただゴールデングラブ賞って三井ゴールデングラブ賞なのから三井グループが提供しているというかでゴールデングラブ賞ってもうゴールデングラブ賞の表彰式やからもうパッて金のグローブ持って並んでる姿あそこが放送。 うんそうされるやん確かにそっちの方が目立つか取り上げられ方もなそうだからこの取り上げられ方の違いがあるよねなるほどねっていうところが大きいと思うこれさゴールデングラブを取ったとするじゃないですかこれもやっぱり年に反映されますかこれは反映されないんじゃないゴールデングラブはそんなに年俸に影響せんうん僕は聞いたことないかなええベストナインはじゃあ ベストナインはいやベストナインも影響しないんじゃないまあそもそもベストナインに選ばれるってことは、うん、打撃の方でも成績出してますよね、うん、そういうことやから、ね、ですよね、うん、でほ,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 ほぼ打撃か <laughs> ほぼ打撃やねベストナインうんまあだからまあ年俸上がる要素がふ普通に高いじゃないですかはいでもそのベストナインに選ばれたからプラスですプラスこんだけねみたいなのがあるのか それは僕はね、聞いたことない。ない、うん。タイトルホルダー、ホームラン王取りましたってなったらさ、ホームラン、普通にばかばか売ってるわけじゃないですか、だから当然、年俸上がるけど、プラスタイトル取った分、こんだけ上げますよみたいなんっていうのはあるわけですよね。これはタイトあるね。ある。でも、ベストナイン量は、ない。 いや、わからへんよ、<う>もしかしたらね、わからへんねそれは、うん、その契約の場合で。<laughs> <お> <laughs> あの契約の場合で、<う>ね、えー、今年<う>、えー、あなたは<う>ベストナイン取ったから、<う>ベストナイン量。これだけあげるよ、載せとくよと。<laughs> 言ってる可能性もあるけど金額には現れてないはずだからほんまにあったとしてもビビたるもんやしそもそもそういう話聞いたことないもんそうなベストナイン料今年こんくらあったわとかゴールデングラブ料もないないへえじゃあもう名誉というかって感じかも名誉やんなゴールデングラブもああそう確かに あとあれですよね、守備ってさ、奈美さんもよく言いますけど、はい、印象がめちゃめちゃ大事って言うじゃないですか。もう守備は印象やからね。ねはい、この人は守備が上手いんだっていう印象を与える ことが周りにも自分にとっても大事なことやって言うじゃないですか。はい、うん。でそれゴールデングラブ賞を取ったことがあるなしって。うん、そこにめちゃめちゃ影響しますもんね。めちゃめちゃ影響するよ。そういう意味でも大事ですよね。大事やね。ねうんあ、なるほどな。そう。じゃそういうことか、選手はもうベストナインと。 ゴゴーールルデデンンググララブブったらのが圧倒的に欲しいと圧倒的に欲しいとでもどっちも年俸には影響してないような気がするとうん聞いたことないうん聞いたことないなぜなら取ったことないからそうなんだよねそう僕がね契約の場でおおおお前今年ベストナイン取ったからこれだけアップしようっていう話がねあったんやったら伝えやすいけど僕はかすってもないからだから荒れちゃいます ベスト大打賞みたいなのあったら <laughs> と、取れてた年あったんじゃいますかいやー、これもね、ベスト大打賞もう僕、取れてないんじゃないかな。あれ、打率、結局、最後、抜かれたんでしたっけえっとね、まあ、いろんな数値は良かったけど、はい、途中から僕あの、スタメンとかで出る機会が増えちゃったから、そうか,うか、代打専門でワンシーズンっていう感じじゃなかったんか、うん、そう、<ー>そうやねんな、っていうところで。<laughs> なるほどね <laughs> わかりました。はい、ということで、いかがでしょうか。はいはい、はい、ということで、今回の動画は以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。